はい、えこんばんは。ああ、真夜中からの配信となっています。えニュースユンタク、農家との編集でお送りしてます、マサートです。ええはい、ええっと、え一日、一日でなんですけど、休んだら少し、え慣れないですね。はい、ええー、暗い女性ですね。 いつも拝聴しています。新防衛研究チャンネルさんの方から。4月20日ですね。これ、ロシア兵19日は、ドローンで吹き飛ばされる模様ということです。選挙の方ですけど、スピンクスですね。クピンクス。一部、ク、シンプスは、 えー、攻撃が、あーあーえー、っと、クス、クピンプクあ、そうですね、クピンスクですね。えー、攻撃が、あーうー、えー、されてますね。えーえー、っと、これは、あーまあでもー、えー、ですね、はい。クレミなのはないですけど、えー、 今、動画を配置をしていますけど、クレミンはないですね。はいえー、バクムットは、あえー、っとですね、黒毛部の方に、えー、攻撃がありましてですね、その後市内は情報統制で、えー、なかなか、えー、最新情報がないですね、これは前の情報で、そ、え、こ、ー、側とお住宅街はもう、 押されてましたですね、えー、あとパクムット、えー、中央駅の方で押し返していますけど、えー、あとスタジアムの方はもう,あもう占領されてますねスタジオの方はえー、っとあと専門学校の方はまだあウクライナ軍が守ってますね。 なかなか23日前かなゼレンスキー大統領がアウディディーカに激励してますねはいそのようなウクライナ情勢攻撃がこれから10日ほど乾燥が降りますけど十10日あは雨が降るということでまた 高級、えー、優勢とか、ま,まだ西側の兵器が届かないということで、えー、近藤さんがもしかして8月になるかと言ってますまあ,ある専門家は夏、まあ、10月と言ってましたけど、えー、まあ4月、5月の、うん、構成が、えー、その前に、えーまあえー、部分的な偵察後継、えー、攻撃を配置するための攻撃があるじゃないかと言ってましたですね。はいえーえー これが、えっ、ー、と、えー、これがはは20日ですね、20日、はい。えー、それとこれが、まあ、19日、えー、があ、ウクライナ戦局、4月19日、えー、新防衛研究チャンネル、ロシア軍、アウディーカで方面で、またも、うん、敗退、えー、燃えるう装甲車の下に、あおれなロクシア兵がの映像、あれですね。はいえー あアウデディカも、まあ、戦争派げあ、まあ、攻撃してますねはい、えー、それから、えー、T3TB さんですねえと、ー、3TB さんえー、これが1日前が、えー、ロシアが地獄社会へカツげ法は、えー、中国の総債務1兆、えー、1K 円ですねこれは兆の上の、うん 1>, 1, 1 k 円ですね。はい、えー。それと、18時間前ですけど、ウクライナ指導、えー、ロシアは中止、えー。最後はポーランドのウクライナ穀物金融についてですね。穀、えー、物金融について、えー、ウクライナ指導、えー、ロシアは中止。最後に、う最後に、えー えー、最後にポーランドの、うん、ウクライナ穀物金融についてですね、えー、これを配置してませんけど両方です配置してないですねはい、えー、それと最近は、えー、ネット,ネットブ,ルーブルーカラーさん、えー、と、えー、1日前が、えー、ロシア滞在油田が大炎上か、えー、ロシア国内で同時多発火災ウクライナ軍、うん、東部 奪還、総攻撃、エジプトの不意打ち、プーチンに打撃ですね。進められるがロシア最大の油田、チュヌメリ地域で大火災、ウクライナ軍東部奪還へクッション、大国攻勢は突然にということですね。それと12時間前に、 サムネの方がプーチンに宣戦布告ロシア軍強硬派が革命宣言軍事クーデター勃発もクエスチョンプーチン宣言これはあれかなコッピーミジですねコッピーミジクエスチョンですねそれと説明の方にロシア強硬派クレムンに反発強める プーチン政権にほころびか、ロシア、戦勝記念日、恒例の更新を全土で中止ですね、5月9日にドイツに、ナチスに、連合、ナチスに勝った、これは第二次世界大戦ですね、戦勝記念日ですかね。 それとニュースからですね、ジ、えー、年ーネさんのに最近のウクライナ情勢に関して、または、ジ、えー、年ーネさん、えー、6時間前ですね、これも言っていませんけど、ロシアのスパイが、えー、アメリカ・ポーランドで相次いで拘束。 偶然嘘って接近、えーえー、これはあかな喋り倒して恩規制着せる手口ロシアのおスパイがアメリカポーランドで相次ぎ拘束警視庁もお警告開始、えー、偶然想って、えーえー、おぐり倒して恩規制恩規制が手口ですね、えー、偶然嘘って接近 おぐり倒して、えー、音規制が手口、えー、情熱かさチャンネルニュースのトラガーをですね、えー、はい、えー、気をつけないとですね、はい、スパイですね、はい、はい、えー、それとにニュースから、えー、と、YouTube のニュースを見ていきたいと思います。えー、YouTube のニュース。 これは3時間前ですね、陸上自衛隊、これは TKU オフィシャルですね、陸上自衛隊第8師団長公認に、青木、あれかな、第1旅団長が21日着任へ、熊本ですね、はい、ということですね、交代が。 えー、交代ですね。はい。えーえー、っと、トップニュースから、あーえー、っと、これ、えー、これを1時間前ですね。AN ース、速報ですね。クジヘリ事故で死亡した隊員2人の指名公表ですね。防衛省。えー、これはあー 陸上ヘリ事故で、えーえーまあ、10, 10人登場してましたけど死亡した隊員2人の指名公表してますね。はい、えー、と、それと、えー、これを八司令部ですね。えー、若い方も、えー、にわ1等陸沙です、48歳。これはなんとかな、上尊徳3等陸沙4 え三十四歳ですね、えー。はい、えー、陸上ヘリ、えー、死亡した際の二人の指名公表ですね。はい、えー、えー、残念ですね。はい。えー、っと、それと、ええあっせに、えー、これは、えー、っと、 これは琉球放送ですね。これは、えー、RBC 琉球放送ですね。えい、ー、まだ4人は発生に至らず、陸上ヘリ不明事故、発生当初か2週間を振り返るですね。えー、まだ、これは6時間前かな。うん、陸上、えっ、ー、と、また詳しく、 ですねえー、っとそれとはい、えー、はいえー、はいマ、まあ、スアトですえー、えー、なかなかえー リズムが生活リズム狂って、えー、投稿する今はもう、えー、一時ですね、えー。マスタートです、えー。ウクライナ情勢、まだまだ、えー、まあ、えー、犯行が待たれますね。えー、4月、5月、えー、中には8月またずれ込む。なかなか日が準備が整わないですね。あくびれますけど、えー、このニースインタク。ウクライナ平和、ウクライナの 完全な、えー、主権の回復、えー、ウクライナからロシア軍の撤退をスタンスに掲げてい,ています、えー。マスターとの農家との編集のニュース,ュースユンタクでした。ウクライナへ行こうあれ。また明日、えー、次回の、えー、ニュースユンタクでお会いいたしましょう。パサッとした終了間ッツパシャンブルジュ、シャロム、シャロム。